インクラフトは、無限の可能性を秘めたクラフトゲームです。特に、このゲームの主要な要素である建築における自由度は、計り知れないものがあります。今回は、果てしない労力と柔軟なアイディアから生まれた、マインクラフトの建築物を、紹介します。まずは、YouTuber のエリジウムファイアさんが、作った建築物で、よくある中世建築っぽい古い時代が、テーマのものなんですが、とにかくでかいんです。彼らは実際に島一つをこの建物たちのために作ったと言います。一つの巨大なシンボルといったものはないんですが、大量に配置された建物が街を形成しています。1800年代をテーマにした映画のワンシーンに出てきても、何らおかしくないようなクオリティで仕上げられています。建築力、配置センス、色彩感覚、どれをとっても素晴らしいですね。120点。続いても、エリジウムファイアさんが作った作品なんですが、これもまた本当に本当に素晴らしいんです。こちらはサイバーパンクプロジェクトといって、先ほどの建築とは打って変わって、近未来風の都市をテーマとしています。海洋バイオームにサイバーパンク風の都市を見事に、作り上げています。高層ビルが並ぶ街並みを、ネオンライトが照らしていて、テーマにフィットしていて、最高にかっこいいです。すでに気づいている方もいるかもしれませんが、この建築物は、ゲーム、サイバーパンク2077から影響を、受けて制作されました。しかし、あくまでインスピレーションを、受けただけであって、エリジウムファイアさん独自の、解釈によって作られたのがこのサイバーパンクプロジェクト、とのことです。城とか、中世建築とかっていうテーマは、よくありますけど、これだけ現代的でサイバーパンクっていうテーマを、忠実に再現しているのは、素晴らしいとしか言いようがないですね。続いてはこちら、デジタル図書館、その名も、アンセンサードライブラリーです。この建造物は、報道の自由を守ることを、目的に、国境なき記者団によって、建てられました。どういうことかというと、世界では、僕たちが当たり前と思っている、報道の自由が制限されている国があります。そういった抑圧的な国に、住む人々のために、マインクラフトを抜け道にして、世界中のレポーターやブロガーが、この建造物を通して、自分の国のニュースを伝えることができるのです。この図書館には、様々な国の記事があり、その国の文化を反映した彫刻が、置かれた部屋もあります。建築物として見ても非常に、クオリティが高く、美しい風景も楽しめるので、一見の価値ありですよ。こちらは、YouTuber のトリクシーさんが、作った、砂漠のピラミッドです。サイズは広さ 400×400 ブロック、高さ177ブロックの、巨大ピラミッドです。外装にはルーン文字が美しく、施されています。内装には、石棺や装飾の施された床があります。デザインセンスが抜群ですね。こちらも同じ方が作った建築物で、これはジャングルの寺院ですね。美しいアステカの彫刻が、施されています。内部には、インディ・ジョーンズ風のトラップがあって、チェストを開けると、足場が開き、落下します。トラップにかかった先で、さらに仕掛けられたトラップを、くぐり抜けると、黄金の像へとたどり着きます。作りが非常に細かいですね。寺院そのものだけではなく、周りの地形もよく作り込まれていて、徹底的なこだわりが伺えますね。ちなみに、これらを制作したトリクシーブロックスさんですが、現在、1600万ブロックを、使ってオリジナルの島を作るという、狂気の沙汰とも言える企画を、進行中です。しかも、ただ機械的に作るわけじゃなくて、村とか構造物などを、通常のものよりアップデートした状態で、作成する予定です。さらに、完成したワールドは配布予定だそうで、僕らもそのワールドで実際に、遊べちゃうんです。めちゃくちゃワクワクしますね。続いては、こちら。これはデンマークの国をマインクラフトで、再現したワールドです。2014年、デンマーク政府は、自国のことを子供たちにもっと、知ってもらうことを目的に、マインクラフトの中にデンマークを、そのまま再現しました。この1分の1のスケールで、再現されたデンマークは、総ブロック数が4兆ブロック、ファイルサイズは 1TB を、超えます。すごすぎる。しかし、悲しいことに、この話はハッピーエンドで、終わりませんでした。アメリカのハッカーたちがサーバーに侵入し、TNT を使って荒らしまくり、ワールドの至るところに国旗を残していくのです。ハッカー、こらー。デンマークの企画はうまくいきませんでしたが、こっちは今も続いている企画です。マインクラフトで地球をそのまま再現する企画、BTE プロジェクトです。
この壮大なプロジェクトは、2020年3月21日に発足され、予告動画の再生回数は1000万再生を超えるなど、現在大きな注目を集めているプロジェクトです。何十人もの建築家が、一つの国や都市の作成を一斉に行うことでプロジェクトは進められていきます。すでに北朝鮮、シンガポール、南極大陸などが建設されています。どのような結果になるのか、楽しみですね。こちらは、マインクラフト最古のアナーキーサーバー、2B2K で作られた基地です。このサーバーでは規則がないので、普通の基地であれば、数週間爆破されずに、持ちこたえればいい方ですが、この基地は、2012年から2020年もの、長い間、陥落しなかった難攻不落の、基地でした。地下には、地下鉄が通っていて、基地内には、東洋風の建物がたくさんあります。8年間の歴史がある、そういったバックボーンなしに、見ても、よく作り込まれている素晴らしい建築物だと思います。さて、次の建築物です。これは YouTuber のシャヌーケさんが作った巨大なネザーポータルなんですが、これのすごいところは全体の大きさですね。ネザーポータルそのものの大きさもすごいんですが、その周りの地形すべてを一人で作り上げたっていうところも半端ないです。ただの平原からここまで作り始めて、最終的には壮大な映画にでも出てくるようなクオリティに仕上げました。山々は雄大で、地形は自然に作り出されたようにできていて、こんな風に作れる人はそうそういないと思います。この建造物は他の建造物とはまた一味違った感じがあって、そのアイディア力にも感心してしまいます。彼が作った他の建造物も素晴らしいものばかりなので、ぜひ概要欄からチャンネルに飛んでチェックしてみてください。最後に、YouTuber のリナードさんによって作成された建築物、海に浮かぶ古城です。サンゴ礁が周りにあることで、全体のブロックの色合いや構成が素晴らしいものになっていますね。城の方は白と赤を基調とした色合いで構成されていて、そこにかすかに紫やピンクの落ち着いた色調が使われていて、それらがいい感じにコントラストになっています。巨大な構造に加え、外装、内装と細部まで手が込んでいるところもそのこだわりが垣間見えて素晴らしいです。この炎のリングもめちゃくちゃかっこいいですね。この建築に関しては設計から建築まで、すべて彼一人で行ったのだとか。これは最後に紹介するのにふさわしい、最高にかっこいい城でしたね。はい、というわけで今回はマインクラフトで作られた建築物を見ていきました。最後は僕が作った建築物と一緒にお別れしましょう。あ、僕の壊滅的な建築センスに同情してくれた方は、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。